だなんの癖が抜けてないんじゃないの。そんなことないよ。ちゃんと A を押したし、なんか反応しねえなと思った。うん。あ、怒られたやつ。あらら。マジでクビにされるんだろうな。あ。どっちがどっちだか覚えてる？認証のあれ。すげえ怪しい記事やん。どっちも怪しい記事やん。間違えた。間違えちゃった。どれがどれだ。ビスタン休眠の家なんだ。あ、議員だ。どうしたらいいの？今日もよく働きました。そうなの。
の怪しいやつだ。青コードな。わかんない。バイオテロリスト。これがドローンか。毎日の店前すげえ落書きされてるじゃん。落書き？新しい家族が増えちゃった。やったよ。
鏡の前で言うセリフはランダムなのかな。自殺見た後に楽しい気分だって言った時はすげえサイコパスじゃんと思ったけど、第三皇帝ひろと充電してください。充電がない、電池がないんで。多様性ね。1個から2個の間どんどん厳しくなるな。まだもう我々を信じた。そっか、広告と広告を設けるんだったら広告とプラスもう1個しかできないんだ。ほら隣、隣この記事あ広告じゃん。あれを掲載する。どっちなんだろう。言われてるな。荒れてるな。広告やったからいっぱい人来た。なんかジョークショーみたいな感じだった。海外ぐらい。いいのか。よくわかんないけど。アメリカンジョークわかんなすぎる。海外の人はあの同じネタを繰り返すこう天丼が好きだって聞くけど。あ、そうなんだ。一回あの松本人志が海外向けのあのコメディムービーとか撮ったことがあったけど、うん、確かにあんまりよくわからん。ここで笑うんだみたいな。でも海外の人は面白そうにしてた。なん
その反応見て、あ、ここは受けないんだみたいな。逆に、うん、受けるところと受けないところみたいな。エビ、その格好のまま来たの。仕事帰りか。弟ジャスティンで兄ヒロトってなんかイボ兄弟か何かっていう雨降ってるよね。ドローン呼んでっち。壊れてるパソコン。ベタバツ重要品なんだ。高え、15円ね。高くね。2級50円なんだってこっち。めっちゃ入ってんじゃん。家の前で吐くなよ。海外にしたら狭いアパート。確かに。まあアメリカじゃないから。足の間吸い抜けていける。足の間行くの。まあ、でも来る。うん、なるフ長いな。長い。控えめなのかそれ。モグモグだね。あと飛ぶのやめろ。
電池そこら辺に落ちてるじゃないか。電池か、あれ飲み物じゃないか。飲み物なの？ベタバツ？うん。やった。でもこの金何に使うの俺。あ、なるほど。あ、言及された。あー、半額じゃないか。怒られんのは恋恋だよ。恋恋なのか。この国ずっと雨降ってんな。マジで？軍事作戦？あ、エビ。なんか酔っ払いが多くない？多い。ベタバツが流行ったの？多分。え？どうした？なんで？なんて独裁的な国なんだ。厳しい中国。ほんとよ。共産党じゃん。皇帝って言えこんで言わなかったと思う。そんな悪いこと言ったっけ。昔皇帝的なこと言って聞いてたけど、うん、
落ち込んでいっぱい買い物しちゃったらどうなるんだ。やめろ。青コートは何なんだ。茶コートもいる。そう、なんか知らないけど、うん、楽しそうなイベントだ。酔っ払いじゃないか。何言ってんの。マジでいっぱい買い物してんのか。今日は買い物欲がバッタのに、なんでそんなこと言うんだよ。2階で家なんだよ。ここはどうした。はい、本当にこれでロード長くなっ短くなったの。お金がその辺に落ちてるぞ。なんで、なにこれ。もっと言うことあるだろう。ヤーディス社もっとより良い人生を。毎日おやつあげて、うん、犬に甘い。そんなことすんの。ひどい。いつもインターネット。かわいいです。本当だよ、ずっとウオサをしてんだよ。カラス片付けろよ。カラス片付けろお前。ヒロト。カラス片付けてよ。どうしてほしいんだ俺に。こんばんは。ああ。へえ、そんな時もあるんだ。基準がわかんねえな。うん。速報。こちゃ、エビの方の記事を見るとなんかこう、ま、伸びしたんになんかまたなんかこう嫌な目がかかりそう。よし。あ、変の関連性。
まだ高すぎ。ゲームエレシグル。ゴルフ会来たの？ガタンガタンって2回押してた。ガタンガタン。結構ワンプレーが長いゲームな。まだ捕食してないからな。あ、きついよな。値段が下がるかも。やってみよう。お前クビになるぞ。
いよいよクビになるぞお前。よしって言うけど、怪しい見た目しかしやがったけどずっと怪しかったけど。どうした、よし、大丈夫か弟よ。お兄さんだけど、お兄さん、やったじゃん。なんか粋なことをする。言わないんだ。言ったっていいだろ。それでいいかな。なあ。公園にめちゃくちゃ集まってんじゃん。うわもう大荒れじゃん。立ち去らせてる。大丈夫、公の前に出るのこの調子で。大丈夫か。なんか殺害とかされそうな、暗殺とかされそうな勢いやけど。あ、歌バス始めましたって書いてある。大丈夫、あのあれ多分あまり良くないやつだと思うよ俺。報道したのも なんだけど、お前が報道してんだろ。お金が欲しかったから報道したんだよあれ。 上積みの部分だけちょっとちょいちょいだけ残っちゃうじゃないか、やめろ。ちょいちょいの部分食うんだよ。むしろちょいちょいの方を優先的に食うんだよ。ちょいちょいだって食うの砂糖じゃねえけど。蜂蜜だよ。蜂蜜は結晶したものなんだ。え、次だろう。だよ。じゃこの時代に新聞なの？あ、新聞なのかよ。新聞以外でもまあやるだろう。うん。そう。結構長い。いつまで言及されんの？あら。え
消臭でしょうか。頭お花畑じゃん。え？え？捕まっちゃったぞ。いや、あれ？消えちゃったぞ。持った。あ、あ、あ。ラジオっぽい。ひどいこと言うから、裁きが。裁きが。なんて国だ。なんて国だよ。ほんとは共産党にも程があるだろ。ハイボ、ハイボス。やばい。素晴らしい。国の犬。あんなに、あんなに国に、国は信用できないっていう報道しといて。やべえ。マジかよ。なんだよ。自由ないじゃん、俺。なんでもできんのかと思ったのに。報道の自由だと思ったのに。あった。どうしようかな。これ新薬は廃止にっていう報道を伝えなかったところで結局廃止にはなってんじゃねえのって私いつも思うんだけど、これを伝えないところで廃止になる、ならないわけじゃない、ないんだろう。どうなのその辺。国に寝返った寝返った。これやってみるか。どっちなんだ。どっちなのか分かんねえよなこれじゃ。どっちなの。これ隠し子って。でも承認ノルマも2でしょ。もう終わったぜ。終わってんじゃん。もうできないじゃん。もう読みすらしない。え？あ、あ、これは入れないの？あ、最初のやつは入れない。あの、必ずやらないといけないやつは入んないんだけど。おみさんち。どっちの報道なのか分からないけど、曖昧な報道で乗られるくらいとしよう。ほんとはそうなんだから曖昧って言われちゃうね。うん、それもありなんじゃない。フェイクニュースこう CO って書いてある。もう嘘ばっかりって言われてんじゃん。もうなんかものすごい反乱起きてんじゃん、お前のニュースのせいで。ああやべえ、大荒れじゃん。人が死んだぞ。すげえすげえ。ややべえ、逃げて。釈放しといてよかったね。もう一回死んでたぜ。すごい、みんな踊らされすぎじゃない？大荒れ。スーパーマーケット関係ないだろ。危ない。俺も
んなことする場合？すげえ嫌われてる。なるほど。すいませんね。やっぱ国のことを信じてたな、あの人。ん？あ。どうした？酔っ払いね。なわけないだろ。もう噂が、噂を呼びすぎだろ。ひどいな。ご摂取すげえな。どんだけ悪いもんなんだよ。世の中酔っ払いだわけじゃん。やべえ、なんか大変。燃えてるけど大丈夫か。大丈夫じゃねえよ、あんな。大爆発じゃん。まあ、くたくたになる、なるわな。店長怒らしちゃったわね。うん。スローンズみたいに言うな、ゲームオブスローンズみたいに。あ。これやったんだぜ、友達。なんだい、データなのか、結局。お前、デスクトップがあんのか？ないのかよ。いつもあれじゃないか。なんだよ、どこだよ、それ。起きたら死んでそう。これで無事出社できんのかお前。あ、よかったね、クビになんなくて。大丈夫かよ、まあ、この状況でやるの。暗殺されそう。いいだろう、あの別にポッドキャストで。え、これはいいんじゃね？これ普通に良くない？お、いいじゃん。怖え。なんでだ。この警官の数は一体。これは良くない？よし。今日も働いた。てか何も別に操作するものがなかったけど。どれでも良くないもん、俺。新薬のことぐらいしかなかったけど。
今日雨降ってない。収まったね、報道は。本当だね。ちょっと落ち着いてきた。始まってこれ。あ、閉まった。ん？閉まった。塩昆布買ってこようと思ったのに。なんで？ん？うん、ないから。まあ結局買わなかったんだっけ。うん、買ってねえと思って。なんか今夜今夜だけど、まだここは使えるな。うん？なんか火炎瓶投げつけられてたじゃん。うん、今夜今夜だけど、まあ使えるな。うん。あ、演説だ。暗殺された。本当に暗殺されると。ドローンに撃ち殺された。大はしゃぎじゃん、ここ。君がノビスさんを救ったって言われたんですよ、あの茶色コートから。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。本当かよ。ベタバツだけじゃないか。チェリーバッツ、ラインバッツ、安いね。安いか、15円だよ。ちょっと変わんないよ、お値段。ベタバッツしか売ってないぞ、ここ。そんな買わないのか。お前が押したんだぞ。いいよ、恵んでやるよ。ねえよ、そんな感じないくせに言及されてんだよ、お前は。なんか密室ある。これわかんない、どうでもいい。どれについて反応するの、これは。全然わからん今。本当かよ。
差は売ってるのかな。境になっちゃってる、完全な、うん、完全に境になってしまった。しかもベタバツの専門のやつ、専門店になっちゃった。いけるかそれちょっといけるかそれ、偏りすぎじゃないか調子のいいジジイだ。どう考えても弟の方がなんか老けてんだけどああそうなの。大丈夫だろう。もう諦めちゃった。あら、ボス？そうだな、ボスだなこれ。いい。むしろ商品にしなきゃダメだろ、あれは。ベタバツいけ。それもいいね。なんだ、どっちなんだ、お前。どっちなんだ。中間に行かねえから、中間に。どっちかにしか。どっちかにしか行けないの、これ。しかも顔面撃たれたらな、あいつ。うん、死ん、絶対死んでるよ。炎上ってなんだ、日本語じゃないのかよ。うん、この人はいつも忙しそうなのに、ヒロとはそのまま家に帰って寝るだけなのか。うん、どうした？ちょっと日本語になってなかったよ。しかもなんかすげえテキスト簡単に進んだけど。バグ？まあどうでもいい話だろう。また？よし、帰れ。すげえや。どうした？すげえ盛り上がってる。
ひどいよ、血の流れた海だって。そんな言い方ないだろ。すごい選択肢だった。急に何したってんだ感じ。いや、日曜日に休めなよ。あっちは普通なんだよ。まあでも向こうではそうだから。なんで？今からまだ間に合うよ。なんだその冗談を。急にメタ的になったけど。鏡見る必要あるかな。ないと思う。確かめる方法一つだけって。これがエンディングなのか。バイバイ。会話なかったこいつ。監視カメラ。退職金は出るんですか。最後までお金のことしか考えないじゃないか。なんでもいいんだな。いいじゃん。あ、ほら見てる。あ、あいつは陰謀だったじゃないの。総理になりたいから。それはそれで面白そうだけど。よし。もういいじゃない。お。自分のことだけど。最終的にこれはでも俺解雇されるのかな。毎回されないんじゃない。国の方針に従ってれば。あの姉ちゃんどこ行っちゃったの。あ、
がっかりだね、まあ、短くまとめるとそうだよね。まあそうだな。あ、さっきのやつ、まさか新ストーリーが出るとは。なるほど、面白いね。うん、じゃあ集会があの前提なゲームなんだね。やっぱりまあそうか、それそうだよな。でも面白いね。もう一回やろう。もう一回やる。もいや今はやんない。今やんないのかよ。明日やろうかな。じゃあでワンプレイはそこそこ長いんだ。どんぐらいやったんだ。4時間ぐらい。